はい、どうも、ゆっきーです。金儲けのために、始めたポケモンカード開封動画、始めていきたいと思います。前回までの、3つの、開封動画によってですね、入手した金額は、こちら、全部ね、一応買取金額が50円以上の、商品なんですけど、カードなんですが、ね、こんな感じでね、これ一番高いのはこの、9000円のやつで、全部で合わせて、11,150円となりました。はい。こちらはね、全部買取に回したいと思います。うん、よし。ということでね、今回買ってきましたのはこちらです。ポケットモンスターの20周年アニバーサリー拡張パックということで、ポケモンカードゲームの XY のブレイクの、シリーズの、こちらですね。この当時のね、パック、まんまですけど、俺この当時多分、ポケモンカード GB はやってたけど、ポケモンカード自体は買ってなかったと思います。1パック10枚入り。で、15パック入りとなってます。こちらを、開封していきたいと思います。今回のこちらの目玉商品なんですが、てかさ、これ15パック入りかよ。20パック入り。今までのあれで、20パック入りだと勘違いしてたけど。なんだよ、15パック入りで確か5000何ぼしたんだけど。価格ね。もうなんか値上がりしてるっぽいですね。結構昔の、割と昔のやつなんで、このポケモンカード。今回のこちらの、狙い目商品。コンセプトパック。拡張パック20周年アニバーサリー。こちらの一番高いやつが、海竜 EX の2800円になってるんですが、スーパーレアですね。スーパーレアなので、多分当たらないんです。で、今回の狙い目。そう。まさに狙い目というのが、こちらです。レアレアの海竜 EX。こちらがレアレアという、割と、低い。ね。多分、この中に4枚ぐらい入ってるはずなんですけど。そちらが1500円の買い取りとなって。これを狙ってね。買っていきたいと思います。もう一度20年前のあの頃へ。あ、これ完全にポケモンカード GB の、ね、時代のパックですよね。15パック入りか。1、2、あ、1枚1枚があれ厚いんだね。カードが10枚入ってる。普通のポケモンカードのあれって5枚しか入ってないですよね。では開けていきます。当たるかな？もう、あれだよ。ニョロモ、おー。懐かしい。キャタピー。これね、ポケモンカード GB やってるとね、これよくだよ。こういうのね。この旧式版。裏はこの新しいバージョンですけど。ドガース。このドガース強いんだよ。このドガース。ポケモンカード GB やってて強いんですよ。2マナでね、臭いガス。臭いガス。で、コインを1回投げて表なら、相手のバトルポケモンを毒にする。裏なら混乱にする。裏でも表でもどっちでも、マージが
サンド。ニドラン、オス。ブーバー。おお、サンダー、サンダーですね。これはレアです。レア。で、ラッタ。お、大木戸博士のヒント。なんだこれ。このカードを使ったら自分の番は終わる。自分の手札が7枚になるように山札を引く。あ、これあれか。当時大木戸博士って普通に、大木戸博士ですね。なってたんだけど、これはもう、昔はこのカードを使ったら自分の番は終わるっていうのがなかったんですよ。なるほど。だから、かなりの強カード。というか、強カードっていうチートカードレベルだった。大木戸博士はね。大木戸博士は本当にチートカードでした。トランセル。ディグダ、パウアウ、ワンリキー、ヒトデマン。このヒトデマン強かったよな。あれ？なんか弱くなってる。コインを投げて、1回投げて表なら10ダメージ追加。通常が10。これ通常平手打ちで10、20だったじゃん。平手打ちで20だったのに弱くなってる。うわー。このディグダも弱くなってる。このディグダ。このディグダ確か泥かけで30、あ、20じゃなかった。掘り進む。間のベンチポケモン1匹選び30ダメージ。ああ、じゃあ、これあれなんだね。今でも使えるようになってるんだね。修正されたんだな。このワンリキーだってそうだよ。これもワンリキー20ダメージ。殴るで20ダメージだったの。ダブルチョップ2回、今夜も 2回投げ、表の数かける20ダメージ。弱くなったな、おい。スリープ。お、ニョロボンじゃん。ニョロボン。キラ。お、なんだこの丸マイン。見たことない。まあ、いいか。あ、傷薬！あ、いいんだよ、これ傷薬。自分のポケモン1体選び、HP30 回復する。あ、これ昔20だったよね、回復量ね。やっぱ今の、時代に合わせてるんですよね。今のポケモンって、今の世代ってさ、HP がやけに高いんだよね。うん。種ポケモンでも普通に70とか80いくんですよね。くそくせんだよ。だから、いわゆる、まあ、ダメージ量も、インフレ化してる。お、人影。この人影強いんだわ。ああ。これ最初にポケモンカード GB でさ、構築済みデッキをさ、3つの中から選べるんですけど、人影と友達デッキが一番強かったよね。マジで。速攻型の、クソ強いんだわ。人影、これをリザードにしてさ、火炎放射で、ぶっ殺すのよ。超強かったよ。ニョロゾ、ガーディ。ああ、このガーディも強かった。エレブ、あ、このエレブ強かったよね。このエレブ、このタイプのエレブ。うん。このエレブ強いんだよ。ドード、ロコン、お、ライチュウ、なんでも直し、スターミー、ダグトリオ、あ、ダグトリオ超強いよな、これ。ダグトリオ強かったよ。ダグトリオ強かったよな。確か地震で当時70だったもんね、ダメージ。ピカチュウ、コラッタ、あ、このコラッタも強かったよね。弱くなってるけど。ウォース、ビートル、コイキング、あ、このコイキングも強かったよな。あれ強かったっけ？コクーン、お！なんだこれ！カメックス、メガ進化カメックス EX。だって。あ、カイリキーも出てる。レアだ、これ。ほら。キラ。キラ2枚も出た。ラッキー。ピジョット、ソウルリンク、リザード。このリザード強いんだよ。この水、メガ進化カメックス EX が、買取価格がたったの50円です。し。
海竜当てろよ、海竜。海竜当たってくれ、頼む。モンジャラ、ニョロモ、ビリリ玉、サンド、ポニータ、コイル。お、リザードンじゃん。ラッタ。不思議花、ソウルリンク、ニドリ。これね、このリザードンが、昔のやつだとなんか、100万ぐらい、50万ぐらいするんだっけ？このさ、ここのさ、詳細のとこにさ、ここに火炎ポケモンって書いてあるのが普通なんだけど、確か、なんとかポケモンってこれ違うポケモンの名前になってる。なんか、火炎ポケモンじゃなくて、別なやつ、旧式の、初期版が一番高いらしいですね。火炎ポケモンじゃなくて、ミス表記になってて、初期版はなんかミス表記になってるやつが、50万だか、1枚50万ぐらいするんだよね。まあ、俺は、多分持ってないっていうか、当時のやつ持ってないか。ポリゴン、お、ギャラドス、このギャラドスクソ強いんだよな。カモネギ、ポケモン入れ替え。あ、ポケモン入れ替えもクソ強いんだよ、これ。これ使ったわ。うわ、ギャラドスめっちゃかっこいいじゃん。なんだこれ。この竜の怒りが当時確か70だったんだ。コインを2回投げ1回でも裏ならこの技は失敗だって。よ、弱体化してんだよ。超弱体化してる。ワロチ。4分の1でしか成功しないって。クソ技になってる。ヒトカゲ、ディグダ、ガーディ、ヒトデマン、ワンリキ、エレブ、お、レアコイル。ジュゴン、いい傷薬、マルマイ。いい傷薬よりも、普通の傷薬の方が使いやすいんだよね。ジュゴンも強かったよね。オーロラビーム。でーでーって、なんか、効果音がさ、ポケモンカード GB だと。でーでー。トランセル、ドガース、パウワウ、コイキング、ゾードー、スリープ。おお、急だ、ミュウじゃん。ウィンディ、進化スプレー、違う、耐火スプレー。これ、このミュウクソ強いんだよな、確か。ニュートラルシールド。このポケモンは相手の進化ポケモンからの技のダメージや効果を受けないって。これクソ強いだろ。ニュートラルシールド。HP がたった40しかない。確か当時のやつ30じゃなかったっけ。確か当時のこのやつ、HP30 だったと思うけど、ね。コラッタ、ピカチュウ、イワーク、ロコン、ポリゴン、ニドラン。お、ピジョット EX! そしてエビワラ、ゴーリキ、エネルギー回収。ピジョット EX。エビワラも強かったよね。うん。ピジョット EX の買い取り価格。あれ？これレアレアだよ。ピジョット EX 買い取り価格がなんと0円。これすっごい嫌な予感しかしない。完全に嫌な予感しかしない。これ完全に5500円ぐらい出して買ったけど、Amazon でこのさ、ワンボックスさ、5500円ぐらいで買ったけどさ、確実に買ったの間違えたかもしれない。ビリリ玉、ゴース、キャタピー、サンド、コイル、ヒトデマン、キューコン、ナッシー、ダグトリオ、スターン。このナッシー知らないな。お、なんだこれ。ドクター大山考案だって、なんだこれ。このナッシー。ナッシーエグゼターってやつ。これなんだこれ。コインを一回投げて表なら10ダメージを追加。踏みつけ、スタンプ。ドクター大山考案。日米交流カード。パーティー気分で、和洋折衷って書いてある。何を言ってるかよくわかんない。何言ってるかわかんないです。
ドクター大山ってあれだよね。ポケモンカード GB に出てくる。あの、オーキド博士的なポジションの人間なんだ。ディグだ、モンジャラ、コラッタ、コクーン、コイキング、ポニータ。おお、なんだこれ、怪力ブレイク。二度キング。メンテナンス、ニドリン。おお、怪力ブレイク。ブレイク。怪力ブレイク、買い取り価格がたったの30円。こんだけピカピカしてるくせにしてんの、たったの30円か。ふざけんなよ。これ完全に買うパック間違えたの。普通にさ、20パック入りだと思ってたのよ。15パックしか入ってないとかさ、マジで。マジ吉じゃん。騙されたわ。パウアウ、ヒトカゲ、ニョロゾ、スリープ、ブーバー、ビードル、ライチュウ、カモネギ、なんだこれ。カメクソリンク、ダメだ。これはもう、ダメだ。確実に金儲けにならんで、これ。金儲けどころが完全にあれだろ。敗退だって。てか俺カード買いすぎて、マジで。あの、本当に金ないんですけど。マジで。ピカチュウ、ガーディ、ニョロモ、ヒトデマン、ワンリキ、ロコン。お、リザードン。ポケモン図鑑。リザードンもな、強いのかな。あんまりこのリザードン強いっていうイメージがない。無駄になんかあの、これだったらカメックスの方が強いよね。多分そんなに強くない、このリザードン。てかカメックスが、初代のカメックスがチートレベルに強いんだよね。ドガース、イワーク、コラッタ、ポリゴン、サンド、ビードル。おお、なんだこれ、不思議バナ EX、ミュウツーじゃん。このミュウツーも強いよね。ウィンディ、あ、無色、ダブル無色エネルギーじゃん。これ当たりだろ。これダブル無色エネルギーは確実に当たり。このダブル無色エネルギークソ強いんだよ。この不思議バナ EX が、なんと買い取り、買取価格たったの0円だと、バカな。あ、これスーパーレアだった。ごめん。これスーパーレアじゃん。レアレアかと思ったらスーパーレアだった。ということは、スーパーレアの不思議花 EX たったの200円。あれ、もしかして俺スーパーレア引いてたんじゃない、さっきの。違う？ああ、この、怪力ブレイクはレアレアだね。ピジョット EX もレアレアだね。ちくしょう。メガカメックス EX もこれあれだね。レアレアです。紛らわしい。くそ紛らわしい。もう残り一泊なんだけど、もう完全に負けじゃん、これ。ギャンブル失敗。確実にギャンブル失敗。ポケモンカード、ギャンブル失敗ですね。ヒトカゲ、ビリリダマ、ニョロモ、コイル、ドード、エレブ、ギャラドス、スピア、ゴースト、タケシのガッツ。自分のトラッシュからポケモンと基本エネルギーカード合計6枚選び、相手に見せてから山札に戻す。なるほどね。うわ、クソだ。クソしか当たんなかった。それでは、今回のお会計と行きましょうか。お会計。はぁ、まずは、お会計ですよ、お会計。お会計と行きましょうか。まずこのギャラドス。ね。え？このギャラドスなんと0円。0円。ミュウツーが20円。で、このダブル無色エネルギーがなんと30円。
高い。やっぱり。リザードンが150円高い！お、この、このリザードンやっぱり人気あるのか。このリザードンやっぱ人気あるんだ。なんか知らんけど、弱いくせに高いぞ。で、ライチュウがこれは0円で。これ0円で。怪力ブレイク30円。ニドキングも0円。キューコンが、キューコン5円。ピジョット EX。が50円。エビワラ0円。ミュウが50円。レアコイルも0円。0円。で、リザードンが150円。メガカメックス、メガカメックス EX。この言いにくい。メガカメックス EX。50円。怪力0円。ライチュウ。怪力0円。ライチュウも0円。ニョロボも0円。サンダーも0円。そして不思議マナ EX が、デキ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 デン !200 円合計735円のお会計です。ゴミすぎない？ちょっと。ちょっと待って、ノーマルカードもちょっと探そう。ノーマルカードで、意外と、高い、やつ。たけしのガッツ高いぞ、50円。たけしのガッツさっき当たったよね。たけしのガッツと、が50円で、リザードンソウルリンクが100円だ。高い。あとはゴミカスみたいなもんなの。うんちみたいな価格。たけしのガッツ。で、マルマインとスターミーも高い。あ、やっぱナッシーのさっきのエグゼターってやつだっけ？なんとかかんとかナッシー。ナッシーのなんちゃらかんちゃらも高いぞ。これ。あとは、このスターミー高い。50円。高っ！ノーマルカードで50円って高えな、マジで。ノーマルカードバカにできねえぞ。耐火スプレー、これ10円。いい傷薬、3円。3円とかだと売る価値もねえかな。送料の、あ、これマルマインが30円。あとねえかな。ポケモン入れ替えも普通に強いんだけどな。あ、ダメだ。0円です。お、不思議花ソウルリンクが10円。ピジョットソウルリンクは ?0 円。なんでも直しが3円。スターミーこれ50円高い。なんでこのスターミー高いの？強いのかな？マルマイン30円。お、結構いったんじゃない？大木戸博士のヒントは2円かい。あれ？リザードンソウルリンク当たってねえじゃん、だいたい。リザードンソウルリンク当たってたように思えるけど、当たってなかったっぽいな。あとはゴミみたいな価格だな。これも、このノーマルカードも追加して考えると、マルマインが30円。スターミーが50円。不思議花ソウルリンク10円。まあ、ノーマルカード1枚でも10円っていうのはでかい。耐火スプレー10円。マルマイン30円。スターミー50円。ナッシーのエグゼターは20円。タケシのガッツ50円。合計985円。
完敗。完全に負け。というか、俺のリサーチ不足だった。普通に20パック入ってると思ってた。20パック入っててさ、5000円ぐらいだと思ってて。そしたらたったの15パックしか入ってねえとかさ、ほとんど詐欺だぜ。ということでね。くそー。狙いのね、海竜 EX が入っておりませんでした。ね、ということでご視聴ありがとうございました。